ここがあれやな、この辺に、ここからかな入れてんやんな、朝日通り商店街やったっけな、入れたらいいんだけど、なくなってる、あーここやな、アーケードっぽくなってたやな、ここがな、なくなってるわ。昨日のクイズでこの辺出したら、もっとだいぶ前の写真やんけ、もっと今工事進んでんでってちょっとね突っ込まれたんすよ。なんで今日はこの辺の動画を撮ってクイズの答えに YouTube でアップして埋め込みたいなと思ってるんですけども、お、向こうから行こう。近代通りは、うわ、何すげえ、何なんだこれ、すごいすごい、いやー、なんかチャプターコーヒーがよく見える。でここのお店たちは残るんかな、へえ、どうなんやろここ。ここやな、お墓があって、ここ昔を通ったわ、そういや、これね、ここの工事がもう進んでるよっていう風に言われちゃったんだよね。まあそうなんやけどな、ずいぶん前の写真ですねって言われて、ずいぶんって多分、アーユルヴェーダの帰りに撮ってるはずやから、ここの辺かな、こういう感じで撮ってるんちゃうかな。そう、確かに右側はないなくなった。でこっち行くと僕が大好きなチャプターコーヒーやね、すごいな、チャプターコーヒー行くのやめとく。おお、工事してる工事してる、僕は子供の時にはもうすでにめっちゃ古い商店街だったな、ここ。おお、すげえ。ネコミト米国さん。よくね、噂は聞きますね。相変わらずこの辺は抜け道が多い。あ、ビリヤードある。知らんかったな。で、この2階の卓球場でよく売っててんな。ここは、なんか流すの長屋。YouTube のライブ配信やってるの見たな。ええなぁ。屋内のライブ配信は羨ましい。サードプレイス、ここ結構来ますね。お、QR コード貼ってる建物が隠れてるわ、かわいそうに。こうして、
で、これ左に行くと長瀬駅やけど、こっちに右に曲がって、メガメディアにね、よく出たメガネ屋さんです。トンチンカン、美味しい。トンチンカンさんは、多分、今日はやってる。明日はです。こっち行っても、あれやな、昔の僕の住んでた家に行くだけや。で、ムロツヨシさんを眺めながら、まだ近代通りを帰っていくと。しかし本当にあの一帯は何ができるんやろう、気になりますね。気になりますね。朝日通り商店街だったかな。東大阪で一番古い商店街っていう新規不明の情報が得られましたが、どうなんやろうね。まあなんかもう調べようがない気もするな。まあ誰かどっかでね、定義しないといけないでしょうけどね。50年後とか、まあ、100年ぐらい経つと、今の SNS での発信情報をもとに、そういうこう、何が一番最初やったのか、そういうのが解明できる時代になるんでしょうね。今から50年前のことは分かんない。おお、あったあった。豆腐揚げ打ち越し食品。ちなみに僕の前の嫁さんは、分かれた嫁さんは打ち越しって旧姓やったんですよね。で、嫁さんの実家も豆腐屋さんやったんですよ。豆腐屋、惣菜屋やったんですけどね。なんか打ち越しっていうのが、北陸に多い苗字らしくて、で北陸出身なんですよ。北陸の方ってあのお風呂屋さんとか豆腐屋さんとかね、そういう仕事をよくされてたんで、さあくるっと回ってきた感じやな。なくなる直前にね、通過とかしたら受けたんやろうけど、ごめん、そんな情報得てなかったから。じゃあまあどうしようかな。チャプターコーヒーにアイス振りまきに行くか、車まで帰っとくか。まあ、車まで帰ろっか。お、カルビ丼、トンちゃんでカルビ丼やってる。また食べに来よう。